Hello, this is DJ Ricky speaking from Tokyo. この番組は、ポッドキャストのことを勉強できるポッドキャスト番組です。ポッドキャストに関係する最新のテック情報や機材レビュー、海外情報、ライフハック情報を毎朝 Apple Podcast をキーステーションにオンエアしております。皆さん、こんにちは。ということで今日もやっていきましょう。まずですね、昨日の放送でダイナミックマイク壊れたかもというぼやきをオンエアさせていただきまして、大丈夫ですかというですね、かぐわさんなんかもコメントいただきまして、ありがとうございました。無事にですね、問題がわかりまして、ですね、電気系統のノイズが乗っかっているということがわかりました。あとは、ちょっと BGM とですね、波長が合っちゃったりして、なんかそこら辺もノイズになっていたらしいんですけれども、無事にですね、解決しまして、少しあと EQ もいじりまして、新しい音質でお届けしております。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、今日お届けするトピックはこちら。ポッドキャストの音声編集でこだわっている3つのこと。はい、ちょっと拍手が遅くなってしまいましたけれども、音声編集でこだわっていることが実は3つあります、ポッドキャストの音をちょっとでも良くしたいとか、リスナーのために聞きやすくしたい、そしてリッキーのこの音はどうやって作ってるんやねんってね、ちょっと謎だなと思っている方に向けまして、音声編集のちょっとしたこだわりをご紹介していければと思います。これを聞いていただきますとですね、ちょっとだけ音声のですね、こういうふうにやればいいんだなっていうのがわかるようになったりとか、機材が少し詳しくなるようになっておりますので、ぜひ最後まで聞いてみてください。まず最初にですね、一つ目はこちら。心地よい BGM をつけていこう。はい。ちょっと編集ではないんですけども、心地よい BGM を、なるべく編集の時点で入れるようにしています。普通のですね、ポッドキャスターさんでしたら、最初声だけ取って、そしてノイズをカットして、で、DAW ソフトとかでですね、合わせていくんですけれども、リッキーの場合はもうめんどくさいので、ほぼ一発撮りで聞きたいと思っておりますので、ほぼもうライブに BGM を入れながら配信しております。ですので、今 BGM 切り替えたいなと思ったら、今ですね、新しい BGM にここで切り替えることもですね、可能なわけなんですよね。はい。ちょっとね、喋りに集中してると BGM 変えるの忘れちゃうんですけども、こういうふうにね、させていただくことで、ライブ感を楽しみながら BGM 切り替えるのも楽しみながら、心地よく過ごしていくっていうことをですね、意識しております。はい。でですね、意識していることとして具体的には邪魔しない BGM ですね。あんまり主張しすぎない BGM を入れるようにしています。そして、編集に時間がかからない BGM ですね。なんかいろいろと音がうるさかったりとか楽器がうるさかったりすると、ちょっとこう削んなきゃいけなかったりするので、そういう風のものは入れないようにしています。あとは歌詞のない BGM も必ず入れるようにしています。ですね、歌詞があるとね、声と被っちゃうんですよね。だから必ず今バックグラウンドに流れているちょっとヒップホップ系の音楽でも、なるべくちょっとこう歌詞はなしな感じにして、お送りしております。はい、これが一つ目のメリット。一つ目のちょっとした工夫ということで、心地よい BGM を入れようということでした。はい、そして二つ目がこちら。どんなデバイスでも聞いて聞きやすい音質にする。これはね、やっぱりね、ちょっと今工夫が必要だなというふうに思って手こ入れをしております。リスナーさんが聞いてくださっている環境は人それぞれ違いますね。車で聞いてくれてる人もいれば、 Bluetooth のイヤホンで聞いてくれてる人もいれば、 iPhone の、買ったばかりの iPhone についているイヤホンで聞いてくれてる人もいれば、ヘッドホンですね。モニター用のヘッドホンをしっかりつけて、聞いてくれてる人もいます。はい。で、どんなね、デバイスで聞いてくれても、いい音だなと思っていただけるために、ちょっとですね、工夫していることとしては、
やっぱりね、iPhone の付属用のイヤホン、これって、まあ、誰でも耳にするっていうか、誰でも最初に、つけるものだと思うんですけども、まあ、このイヤホンで聞いて、まあ、綺麗な音っていうか、まあ、ある程度、ポッドキャストとして、あ、なんかいい音やんって思っていただけるような感じの音質に、音圧に調整しています。はい。ですね、やっぱりね、なんだ、高級なモニター用のヘッドホンとか、高級なヘッドホンですね。いわゆる音楽聴く用のヘッドホンに合わせてると、なんかね、ちょっと変わってきちゃうんですよね。なんていうかな、こう、その音に慣れすぎちゃって、実際にね、他のデバイスで聞いてみると、あれっていうことがね、あったりするんですよね。ですから、一番、まあ、ユーザーが、聞いている、人が多いようなもので、なるべく聞くようにしています。具体的には iPhone の付属用のイヤホンにつけた音をですね、音で綺麗な状況で聞こえるっていうことを目指して、音作りをちょっと頑張っています。はい。そして、三つ目、最後がこちら。低音と高音、音のバランスを EQ なのでしっかり調整する。あと音圧もちゃんと調整しています。そう、低音と高音のとか、あとはイコライザーでバランスを整えたりとかですかね。いろんなことをやっております。ここが一番重要かもしれないですね。まず、低音は積極的に、このオーディオインターフェースのイコライザーのところでカットしています。リッキーの場合はですね、130Hz のところから、ハイパスフィルターといいまして、カットするようなもんに、ふうに入れちゃってますね。声しかメインで拾わないので、まあ、低い音いらないんです、ぶっちゃけ。なので、まあ、ハイパスフィルターをかけて、130Hz から下の方がカットされるようにしております。はい。そしてもう一つはですね、1K あたりですかね。1K あたりを少し盛り上げ、まあ、声の芯と呼ばれるようなところですかね。2dB ぐらい上げるようにしています。あとは、ちょっと聞きづらいところはですね、耳障りな音がするところは、マイナス、ちょっと思いっきり 10dB ぐらい下げちゃって、おりますね。あとは、高音域。高音域は、ま、4dB とか 5dB ぐらいですね。全体的に上げるようにしています。これ、高音域上げるとですね、結構聞きやすい、まあ、抜け感がいい感じの音を拾うことができていきます。はい。で、あとですね、最後に、ラウドネスっていうところで、ポッドキャスト用の音圧に調整しております。これですね、ラウドネス、YouTube とかテレビとか、ポッドキャストって、ラウドネスが決まっておりまして、ポッドキャストの場合は、だいたい目安としまして、どれぐらいだったっけな、どれぐらいだったっけな、マイナス 16L、マイナス 16LKFS ですね。で、トゥルーピークがマイナス1になるぐらいにしておくといいというふうに言われております。ですので、マイナス 16LKFS に最後に調整させてもらっています。まあ、これにですね、することで、音圧がかなりぐんと上がったりしてですね、聞きやすくなりますね。はい。なるべくリスナーの方はですね、には、なんだろうな、こう、イヤホンのさ、やっぱりボリュームのところは触らせたくないわけですね。より一定に聞いてほしい。より聞きやすい音でそのまま聞いてほしい。何のストレスもなく聞いてほしいっていう願いがありますので、必ずラウドネスはですね、調整しています。まあ、小さかったりすると、逆にこう、イヤホンで、なんだろうな、こう、モニターのところでこう、ボリューム上げないといけないじゃないですか。で、上げてもらうのって、まあ、申し訳ないですよね。なんかね、リスナーの方にね、せっかく聞きに来てくれてるのに、まあ、聞きに来てくれてるんだったら、もうそのままで楽しんでいただいて、そのままお帰りいただけるような、そんな風なね、音作りをしていかなければいけないな、というふうに思っております。では、実際に音の編集ってどういうソフトでやってるのっていうことなんですけども、一つは、オーディオインターフェースでやっております。オーディオインターフェースのAG-DSP コントローラー。これはヤマハの AG-03 とか AG-06 についてくる、こちらですね、収録用のアプリケーションになります。はい。あとはですね、オーディオハイジャックで今、私、リッキーはですね、収録をさせてもらっているんですけども、まあ、その中ではですね、ボリュームしっかり調整したりとか、
あとはノイズゲートを入れたり入れなかったりとかっていうことをやっておりますね。はい。あとですね、オーディオリペアソフトっていうのも結構便利ですね。今使っているのがアイゾトープの RX9 というですね、アイテムになっています。このアイテムを使うことで、余分な音を削ったりすることもできますし、ラウドネスのアプリケーションがあるので、ラウドネスのところでしっかりと、ポッドキャスト用の音圧に上げるなんていうこともできます。あとは、まあ、ちょっともう無駄になってしまうんですけども、言い間違えてしまったところをカットしたりとかっていうこともですね、できるようになっております。結構ね、いい感じなんですよね。ぜひ、まだ、オーディオインターフェースとか買ったことがない方はですね、このヤマハの AG03 も非常におすすめなデバイスであります。はい、今日は、ポッドキャストの音声編集でこだわってる3つのことっていうことでご紹介させていただきました。1つ目は心地よい BGM を送ろう。2つ目がどんなデバイスでも聞いても聞きやすい音質にしよう。3つ目が低音と高音、音バランスを EQ などで調整ということでご紹介させていただきました。皆さんのポッドキャストの編集が少しでも楽になることを祈って今日はお送りさせていただきました。はい、今日の合わせて聞きたいは合わせて聞きたいはお休みさせていただきます。お休みでございます。ではではですね、今日も元気にまた明るく楽しくやっていきましょう。 Thank you very much for tuning in Ricky's Podcast 大学。 This podcast has been brought to you by DJ Ricky がお送りいたしました。 Have a wonderful andプロフォーデイ、素敵な一日を。バイバイ。This podcast has been brought to you by DJ Ricky.